はいどうも、皆さんこんにちは。今日めっちゃいい天気だ。ほらやばいでしょ。今日はねちょっといまいち気分が乗らなくて、練習しようかどうか迷ったんですけど、なんかそのやりたい時にだけやって、やりたくない時はやらないみたいな、そんなんで早く走れるのかなとかまあいろいろ自分で考えながら、まあ、とにかくね、公園に行って、まずは最初にねその気持ちの切り替えから始めようというふうに思って、今、僕が陸上をねなんでやってるのか、今からどうしたいのか、まあ、そういうことをいろいろ考えていくとですね、まあ、必然とやらなければいけないところが、見えてきて、よしやるかとまあスイッチが入るので、まあね、アップして今からここでまた今日も練習していきたいと思います。最近芝生でジョグとかぐらいしかしてないんですけど、動きにちょっと一つ問題があって、反発とかをもらうっていう、姿勢はすごくできているんですけど、それがねうまくねこう前に進まないというか、重心をねその前に移動させる、要するに膝を前に出すっていう動きがなんとなくちょっとギクシャクしていて、ちゃんとできてない感じがしたので、本当にここなだらかな緩い下りになってるんですけど、ここでちょっとマーカーを置いて練習をしたいなと思います。下りを走っていくので、加速をするっていう力をあまり使わずに、重要になってくるのは足をね前に振り出す、スイング動作がとっても大事になってくるので、まあ、そこを意識できるんじゃないかなと思ってね、今日はここで練習をしていきたいと思いますので、気持ちをねしっかり切り替えて頑張ってやっていこうかなと思いますということで今日もよろしくお願いします。こんな田舎の、人気の少ない公園なんですけど、視聴者さんから声をかけていただきましていつも見てます頑張ってくださいなんていうね励ましの言葉をいただきましたありがとうございますいやー嬉しいな。ずっとねうまくこう膝が前に出せないっていう、感覚でちょっと悩んでたんですけど、まあ、下り坂をやったら意識ができるというか、膝を前に出すっていう意識ではなくて股関節ですね、股関節を動かして足を前に持ってこようっていう、その股関節を意識したらねかなりいい感じで、ちょっと体が重いんであんまり進んではいないんですけど、動きとしたらね良くなってきた気がします。はい、ということでまあいろいろねやっぱり同じようなことなんですけど、膝を前に持ってくるのか足の先を前に持ってくるのか股関節を前に持ってくるのか、そういうね意識だけでもね動きが変わってくるかなと思います。今日はすごいいい勉強になりました本当に。この後ねもうちょっと流しやって、今日はね、終了したいと思います。はい、ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもね本当にご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さようなら。